はい、それじゃあ続きで撮っていきましょう。ブランデール城会議室。では賢者ガウスに尋ねる。エルサラームの宮殿の闇の扉を閉じるにはラーの杖なるものが必要なのな。その通りです、王様。宮殿の奥深くに隠されている命のクリスタルを探し出すには、まず闇の扉を封印することが肝心かと思われます。してそのラーの杖はどこにあるか知っておるのか。はい、言い伝えによれば3000年前にエルサラームの宮殿を封印した3人の賢者のうちの1人が持ち帰り、代々守り続けています。三賢者の一族となれば、塔を守りし一族と考えてよいじゃろう。カール副将軍、その方にラーの杖の探索を命じ、必ず探し出すのじゃ。はっ、命しかけて必ずや持ち帰ります。うん、次に宮殿の封印じゃが。ねえ、おじいちゃん、あのカプラの村人がね、どっかの神殿に聖なる石を奉納してるって言ってたよ。なんと、その話はまことか。よし、将軍。よし、ランドル将軍。その方、その方には聖なる石の探索と塔の再建を命ずる。聖なる石を奉納できるようバジルの破壊した塔を再建するのじゃ。は、心得ました。それからクルーが、その方には引き続きセントワイヤーの作業を続けてほしい。うん、そいつは俺らに任せてくれ。ちょっとこういうところで止まるのやめて。ただこういうファミコンみたいなことやめて。うん、頼んだぞ。それからシルバー、お前たちには命のクリスタルの封印に必要なパンドラの箱の探索を頼む。北の大地の探索は危険な仕事じゃ。十分気をつけていくのじゃぞ。任せとけ。うん、それでは早速兵士に命じて北のゲートを開けさせます。よし、北のゲートを開けよ。うっしょい。まあ、とりあえずセーブしとこうよ。決してご無理をなさらぬように。新たにもしものことがあればこの国は大変なことになりますね。よいか、北の大地は未開の地じゃ。無理をしてはならんぞ。うん、これはこれはクレスト王子のご子息シルバー様、それにクランツ博士のご息女ソフィアさんですな。つかぬことをお聞きするが、博士は宮殿の調査に熱心でしたが、宮殿の秘宝命のクリスタルについて何か話してはおりませんでしたか。例えば博士の元から何か大切なものが送られてきたとか。いいえ、ババからは何も。そうですか、何も送られてこなかったと。いや、失礼。では、私はこれだ。おお、おめえら、頑張っとるやないか。シルバー、人出しに来るならこれを目に渡しとくぜ。なんか役に立つかもしれん。青い結晶石。うら、しっかりやんな。まあそれかな。よし、行こう行こう。
あ、開いた。やったね。次こっちだ。うん、ガウスの屋敷。おーい、賢者ヴィランやないかーい。ガウス様、お呼びで。エルサラム宮殿の封印のため、いよいよ王が動き出した。そこでわしは王にまず闇の扉を閉じるよう進言した。宮殿内に魔物がたむろしておっては、思うように秘宝を探せぬからな。さすがはガウス様。ではラーの杖の話を。うん、ラーの杖はカールフ将軍が見つけてくるであろう。さらに王はランドル将軍に命じ、塔の再建と聖なる石の探索を命じたわ。だがこちらの方は捨ておいても構わない。宮殿が封印される前に命のクリスタルを見つけ出せるで。あの、だが問題は次だ。王はクレストの息子シルバーにパンドラの箱を探すように命じたんだ。パンドラの箱？あの伝説のパンドラの箱？まさかほんまにあったとは。クロンツ博士が探し出したんだ。おそらくパンドラの箱を手に入れ、命のクリスタルを封印するつもりでおったのである。あっ、そんな危ないところでした。クロンツ博士の娘から紫の結晶石を取り返すことができなければ、今頃大変なことになるところでした。まことに、まことに、バジルを使ってエルサラーム宮殿を復活させた黒が水の泡になるところでした。おいか、パンドラの箱を手に入れさせてはならぬ。行け、シルバーたちを抹殺する。よい、我ら三名必ずや使命を果たしてまいります。紫の化粧石あるけどね。あ、あこに村あるやん。モンスター出てこないね。バロアの村、カザードの村、どっち行こうかな。ケルベロス、トレント、ケルベロス。さあ、いかほどのものかな。おっと、一発で23目なる。やばいなぁ。さあ、経験値はいかほど。 600！ すげえ、経験値がすげえ、経験値の量やべえなこれ。だからには何も書いてなかった。そりゃそうや。さっきと同じユニットやね。多分ブリザードってこの辺あんまりだと思うな。そろそろ Windows 3を覚えてもええんちゃうかいね。あ、一応聞くのね。バロアの村、ガザードの村。しかしどこをどう行きゃ村にたどり着くんだろうな。戦闘面は特に問題なさそうやね。
こっち行ってみよう。むい。死のナイト、ヴァンパイア、死のナイト。おっと、沈黙の効果あるんか。うん。アイスベール渓谷。ここは西ガザードの村。洞窟の中には入らないこと。多分このすごい爆弾ってのがいるんやろうな。まず最初に行くにはあのバラワの村に行かなあかんのかな。多分そこはちょっとすごい爆弾を入手して、ウェイ。多分すごい爆弾が必要なところは多分そこまでないと思うよね。ス闘争上そこまで必要じゃないと思う。そう、寒そうや。死のないと4体。1体減ったで。お、塔だ。そっちに塔があるのか。先制攻撃のチャンスなら逃げるべし。追っかけてきよったし。いやー、こんにちは。いい天気だね。僕たちこの前結婚したばかりで新婚さんなんですよ。ねえ。バルマの村へようこそ。あ、わかった。すごい爆弾探しに来たんやね。バロンとに保管するのもあのありさまだよね。なんとイスタナム。お、このおじいちゃんなんか知ってる。では代々この村に伝わる言い伝えを教えてやろう。天と地が一つに交わり、七つ目の太陽が沈むとき、いにしえの闇の扉は開かれ、世界が闇に包まれしとき、虹かける銀梁の覇者現れ、この闇を払う。黄金色に輝く結晶石を手に入れし者、神の力を秘めたる聖剣を持ち、伝説の勇者となりて闇と戦う。金色の結晶、あの金色の結晶石は、かけらは今、2つ持ってるね。そのもの身に雪のごとき白銀の鎧をまとい、虹の生まれし大地より現れ。それだけか。すごい爆弾はあれか。
何をしてんだかって牛さんとは散歩よ。なんで牛と散歩するのかって。あのね、牛が私に懐いちゃって空から離んないよ。おかげで私村の人からモーニング娘って呼ばれてんのよ。牛さんですか、私みたいにちょっとシャキッとしてくれればいいんやけど。僕は牛になりたいよ。いらっしゃい。特殊爆弾、うん、カリストリング、チタニウ、チタニアのピアス、結構いいの売ってるね。毒消し層補充しとくかな。いや、いいや。お客さんが来たみたいだよ、ダーリン。ちょっとおばあちゃん、その言い方やめてくれへんかな。うん。そのバロワの塔行かなあかんのね。の。太陽のかけら。小さな湖ならあっという間に水を蒸発させてしまうんやって。というところ、太陽のかけらがいるのじゃな、アコには。600円か。あの人たら照れちゃって。とりあえずこの塔にいかにあかんかね。バロワの塔、おっ、かけらあるよ。しゃあ、氷の上、絶対ステッカーさせるやろこいつ。レベル23。うん、どうやら一方通行のようじゃな。基本的に上から落ちてくる形式のようだ。命の種、最大 HP、HP、よっこいしょ。基本的に上から落ちてくるタイプだな、多分。登る場所は、おっと、こっちはその形式ではない。二体じゃ張り合いがないね。よいしょ。天使の薬。正規ルートはこっちか。正規ルートはこっちか。宝箱をまず回収しよっかな。よいしょ。
おっと。おお。うん。どういう形式のダンジョンか。落ち、結構落ちるところが落ちるところか。だいぶめんどくさそうなダンジョンだな、こりゃ。こりゃ宝箱、こりゃ宝箱回収するのにめんどくさそうだね。あー、やっぱりこういう形式だ。ほんで、なんだ、一番下は外れルートなのか。わお、うん、混乱したかて。平気だよ。ふぅ、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 氷のダンジョンいるのに火炎のブレス吐くんじゃねえよ。魔法の薬3つ。氷のダンジョンで火炎のブレス吐くんじゃねえよ。でも今んとこお買い物するやつがないんだよ。逃げちゃった。コマンドミスだ。このわお。登る場所はどこじゃ。登る場所はどこじゃ。うぅぅぅ、ちょっとめんどくさい、ちょっとめんどくさい、ちょっとめんどくさい。もうやろうはどうでもいいわ。多分だけど、行く場所、行く道はあっちだ。よし。さーて、とりあえず落ちるにはここまで登ってこなきゃいけないのね。めんどくさい。こんなとこに木が生えてて大丈夫？このとこに木が生えててちゃんといけるのかい？こういった氷のダンジョンでも生育できる木なのか？こういったダンジョンでもこう生育できる木なのか、多分。ふぅ。よいしょ。特殊爆弾。これは戦闘用やね。ウィンド3。しかし単体だ。
しかし単体だ。さ、どこから落ちるかね。よーし。はいはーい。よし、特殊爆弾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 。いや、これはいいや。特殊爆弾、特殊爆弾。あんま強くない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 ね。あんま強くないね。よいしょ。どっちから先行きましょうかね。よいしょ、こっち。よいしょー。うわ、外したー。外したー。うわ、外したー。はい、ということでね、今回はここで終わりましょう。それでは皆さん、ラジオ筋解説いきまーす。